皆さんこんにちは、あいちゅんです。今日はですね、人生で一番怒られた話をしていきたいと思います。怒られたというか、喧嘩した話。私も結構気が強いので、その時は喧嘩になってしまったんですけど、その話をしていきたいと思います。皆さんが知ってる時代の話ですね。4年前、5年前の引退作の話です。引退作、私結構すごい豪華にしてもらったんですよ。これは私のこうしてほしいみたいな、これぐらいもう一番誰よりも豪華な引退作にしてほしいっていう風にプロデューサーと監督にそれだけをお願いして、私の提案というかこうしてほしいっていうお願いはもうそれだけだったんですけど、すごいね、豪華だったんですよ。3日間で3本4本ぐらい撮ったんですけど、最終日が総勢スタッフ、キャスト全員合わせて200人ぐらいいるような対策を撮っていただいたんですけど、その時は私はもうね、じゃあもう本当に引退間近70日ぐらい休みがなくて、もちろん全部撮影だったわけじゃないんですけど、 V の撮影だったりとか、グラビアだったりとか、マスカツとか、いろいろな仕事がやっぱ最後だからめちゃめちゃあって、で、すごく疲れてた&もうこれで引退するんだっていう私の気持ちは、一人だけ引退に向かって、監督とかさ、プロデューサーはその引退作にさ、力を入れようとしてるから、それに向かってさ、頑張るぞっていう気持ちじゃないですか。この差がまずそこから生まれてしまっていて、引退作を撮る5日前ぐらい、ちょうどね、引退作が12月30日だったんですけど、クリスマスの日にその引退作の打ち合わせをしたんですよ。で、その時にすごい疲れていて、それがめちゃめちゃ態度に出てしまって、ちょっともう監督とプロデューサーはおみたいな感じになってしまったんですよ。こっちはこんなに毎晩毎晩もう寝る間も惜しんで会議をしてるのに、こいつどうしたみたいな感じだったっぽいんですよ、その時は。私はその時は気づかなかったんですけど、後から聞いたらそんな感じだったみたいで、そこからちょっと関係が微妙な感じになっちゃったんですよ。最初の2日間ぐらいは良かったんですけど、最終日すごい人数の人が来るじゃないですか。女優さん、男優さん合わせて100何人いたんですけど、その人数に耐えられなくて、こっちは。それが出ちゃったんですよね。このね、引退作が4シーンか5シーンあったんですけど、最初の1シーン目、2シーン目ぐらいかな、ちょっと態度に出ちゃってて、すごい嫌そうな感じが出ちゃったんですね。いや、これは違うだろうと、監督とプロデューサーがブチ切れて、その200人を待たせて、車でその3人だけで話し合うっていう時間が設けられて、その間、その他の人たちは何が起こってんのみたいな、私たちこれ今何待ちみたいな状態が続いたんですよ。で、そんな中、私とプロデューサー2人いたんですけど、プロデューサーと監督4人でワゴンの中で話し合いが始まって、なんだそのやる気のなさはと、で、なんだその態度はっていうので始まって、でも私も引退に向かっていたし、気持ちがね、本当にあんま気持ちが乗ってなくて、監督の行動一つがすごい気に食わなかったんですよ。それをめちゃめちゃ言い返してしまって、そこでなんか、いやいやいやみたいな感じで、その普段怒んない監督がめっちゃキレ始めて、その監督は別に大声を出す人ではなかったんですけど、その引退作もすごいめちゃめちゃ叫ぶんですよ。ワゴンの中でもめちゃめちゃなんか口論になって、めっちゃ言ってくんじゃんこいつみたいな、こっちからしたらそんな思いで、でも向こうからしても多分、なんでこいつこんなやる気ないのみたいな、お前の引退作だろみたいな感じだったと思うんですけど、それが一番怒られたかな。その時にプロデューサーも女の人なんですけど、めっちゃ怒ってましたね。やっぱそのやる気のなさと、向こうからしたらさ、もう本当に何日もさ、何ヶ月もかけて会議いっぱいしてきて、寝る間も惜しんでね、してきて、なんだお前のその態度はっていう感じだったと思うんですけど、それは私的にはすごい申し訳なかったなって1年ぐらい経って思いました。その時はしょうがないよねみたいな、気持ちの差だよねとか思ってたんですけど、で、その我がの中でね、泣きながら4人でね話し合って、まあ頑張るってなって、
その次のシーンは、まさき監督、女の監督のシーンだったんですけど、そこでなんか、まあ、女優さんがいっぱい、友達のね、女優さんが出てくれるシーンだったんですけど、私の気持ちがちょっと気を取り直したというか、気持ちが乗ってきて、そこからはまあだん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 良かったんですけど、ワゴンの中で怒られたというか、喧嘩になったんですけど、なんかそれがあって良かったな、みたいな、話で。その場にいた人たちは、何の時間なんだろうって多分すごい思ってたと思うんですけど、私たち4人の間ではすごく意味のある時間だったし、それがあったからすごい良かったなって思える引退作になったのかなって思うんですけど、めちゃめちゃ怒られて、私仕事で怒られることって本当にほぼなくて、それが初めてで、こんな年になって怒られるんだっていう気持ちになったんですけど、すごく意味のある人生一番怒られた経験かな、そういう話です。今日はどうですか？そう、YouTube で知ってくれた人は私のどんなことを知りたいのかなとか最近思うので、よかったらコメントください。ということで、今日は人生一番怒られた日の話をしました。それではグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。サブちゃんもね、よろしくお願いします。ぜひ見てください。よろしくお願いします。バイバイ。パッパイパッパイパッパッパイパッパイパッパイパイ。